浦賀駅は神奈川県横須賀市浦賀一丁目にある京浜急行電鉄本線の駅。本線の終着駅である。駅番号は KK64。8両編成対応の島式ホーム1面2線を有する地上駅。線路は当駅の構内で途切れている。線路はおおむね南北に走り、駅舎はホームの南側に接した高台にあり、通路によって地上と連絡している。 1957年以前には、地上、つまり現在のバスターミナル部分に設置されていた。昭和50年代前半まで、駅前の横断歩道をまたぐコンクリートの鉄橋樹跡が存在し、栗浜方面に引き上げ線跡が存在した。また、現在の京急ストア建設前は有効長の短い、ホームや留置線が存在し、かつての繁栄時代を残していた。かつては、 当駅より先、栗浜、三崎方面への延伸が計画されていた。しかし、太平洋戦争に際して、栗浜への早急な鉄道延伸が求められた時、その計画は破棄された。浦賀経由では、トンネル掘削に時間を要することなどから掘りの内駅から別に、栗浜線が建設された。その後本線の掘りの内駅以南は、実質支線扱いとなっており、 平日朝ラッシュ時に特急列車が発着する以外、普通列車のみが運行されている。2013年2月、駅舎部分のみ、駅名表示板が、京急蒲田駅と同様のものに更新されたが、順次、ホーム部分も更新された。また、CATS 使用開始時から車止めが更新され、停止位置が若干品川寄りに変更された。これは、 港内侵入時の速度が上がったためと推測される。1号型 ATS 使用時は、場内信号で、注意の45キロ章差、BE 点での15キロ章差を受け、ホーム侵入時は30キロの規制がかかっていた。ゴジラが東駅付近の観音崎にある、たたら浜に上陸したという設定にちなみ、2008年11月21日から、映画、ゴジラの メインテーマをアレンジしたものを接近メロディとして使用している。メロディはスイッチの制作で、編曲は塩塚博が手掛けた。2020年度の1日平均乗降人員は15,181人であり、京急線全72駅中34位。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下記の通り。西都線上からあたごマを 撮影駅前に設置されている、浦賀駅が、最寄りバス停。駅出入口の通路下にある、バスロータリー及び、県道208号上にそれぞれ乗り場がある、全路線京浜急行バスによる運行。ありがとうございます。